キバマサオは兵庫県南淡路市出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。滝川第二高校卒業後の1993年に松並正信らともに J リーグガンバ大阪に加入。G 大阪には12年の長きにわたって所属し、2001年から2003年まではキャプテンも務めた。守備のユーティリティプレイヤーとして、 センターバック、ボランチなどのポジションでプレーし、J1 リーグ1223試合に出場した。2004年シーズンオフにガンバを大阪から戦力外通告を受け、2005年は J2 アビスパ福岡に移籍したが、前年に手術した膝の状態が思わしくなく、満足いくプレーができず、公式戦出場のないままシーズン途中に現役を引退した。2006年、 J リーグ昇格を目指していた北信越リーグのバリエンテトヤマからのオファーを受け、高知県選手として現役復帰。2007年5月にバリエンテトヤマを退団し、6月に関西リーグの FC ミオービワコへ移籍した。ミオではクラブは JFL 昇格を果たしたものの、自身は出場機会に恵まれず、それが現役続行への意欲につながったという。 2008年、タイプレミアリーグのカスタムズデパートメント FC に移籍。タイには2001年から毎年自主トレで訪れており、以前より同国でのプレーに関心を持っていたという。カスタムズでのプレーは3シーズンに及び、最終シーズンは1試合を除く全試合に出場した。2010年8月1日、自身のブログにおいて同シーズン終了をもってサッカー選手を 卒業することを発表した。2010年10月に現役を引退。今後は指導者を目指す傍ら、サッカー解説者を行う。2011年9月、東南アジアサッカーの発展、東南アジア初の J リーガー誕生を目標として、一般社団法人ジャパンドリームフットボールアソシエーションを設立、代表理事となる。2012年6月5日、 J リーグのアジア戦略の一環として創設された J リーグアジアアンバサダーに丸山義明と共に就任。2018年1月6日、ガンバ大阪、選手 OB 会が正式に発足し、初代副会長に就任。ユース経歴プロ経歴、ありがとうございます。